はい、皆さんこんにちは、ワザリグルフィッシュです。三国志 13PK 続きをやっていきたいと思います。で、今俗称を名乗るために悪行の文明依頼をこなさなきゃいけないねというのが前回最後にお話した内容なんですが、今回はその続きになります。なので、まあ、悪行の文明依頼をですね、一つでも多く、できれば俗称への達成条件の5つ、5個ですね、達成できればいいかなと思いますというところで、いきなり俗称から、大きなから喧嘩を吹っかけられたけど、ここは大挑発で来る可能性があるんだったらどうしようかな。まあ反論を打っておいて、大主張には大挑発。あれ、大挑発って違ったっけ。相性がよく分かんなくなってるぞ。反論で来るんなら大反論。まあもうここまで来たら負け決定だけどな。これこそ。なるほどの。これこそ。なるほど。まあ金をじいさまに踏んだくられたな。うん、紙幣兵力が減るのか。いや、紙幣兵力減らされるのも結構痛いんだけどな。まあいいや。出た。俗称になるための武名依頼をこなしていきたいので、まあどっかに出兵していかなきゃいけないんですが、まあ、ここは商人から金を踏んだくれましょう。どうしようかな。ここに一応武名依頼は出ているので、まあ、武名依頼に来てしまった方がいいか、先に新書だけ送っとくか。まあ、新書はね、ちょっと使い道が今わからないので、溜め込まずにガシガシ使っていきましょう。絆が結ばれてないとどうにもならないな。そしたらとりあえずここに出兵しちゃいましょうか。他ないよね。ここで武名依頼が出てるかどうかっていうのを見れれば一番いいんだけど、ここではちょっと出てないかな。出てないよね。となるとやっぱりこのマップで見るしかなくて、この K か、まあ、南ピかあたりだけど、どっちから行くかだな。まあ、ちょっと K から行きますか。そしたらでは出陣していきましょう。少職様がお会いに来てますということなので、まあ、ここはあっときましょう。消えてくれって言われたけど、ではここに行きましょう。で、今忙しい人には来てもらう必要は全くないので、艦船には来なくていいというところで、合計6300、ちょっと数足りないかな。もうちょっと増やしましょう。8300で K に出陣。お金があるうちはひたすら徴兵をしておきましょうか。報告します。
まあ、帰りがけに何匹も襲いますかね。そしたらこの K で悪行の文明依頼が発生しているかどうかっていうのは言ってみないとわからないんですが、族との超運ターンタだなということで村を襲う悪行の文明依頼ですね。よし、やっていきましょう。今悪行の文明依頼を一つでも多くこなしたい。申し上げる。そしたらここは錯乱人戦術を入れておきましょうか。まあ使うかどうかは別にしてですね。そしたら早速超を入れていきましょう。分かったぜ。で敵の出方を見ると1万6000か。こちらの倍の兵力があるわけだな。定山の超支流押して参る。今こそ好機。そうすると敵は本拠地を奪う構えなので本拠地に一体戻しましょう。敵の騎兵の方が速いな足が。まあそりゃそうだよね。そしたら錯乱人戦術を使っておきましょう。ちょっと三国志がアップデートが入ってから動きが少し不安定なんですよね。定山の超支流参る。して参る。そしたらここは逆にこちらが本拠地をつきましょう。参る。めっちゃ早いな超運。定山の超支流押して参る。皆の者、ここが正念場だ。戻ってこれるか槍で。やられたか。さあどっちが先に落とすか。こっちが先だな。定山の超支流押して参る。定山の超支流押して参る。さあここは悪行の文明依頼を無事達成できたはずだぞ。結果を見ていきましょう。文明60で所持金3000、本拠地の兵糧が1万5000獲得。でかいな所持金3000は。そしたら超運勢は解散しましょう一度ね。で次は何匹あたりに出陣していきますか。他武名依頼が出ているところは ここでは民が馬が欲しいと言っている。金を踏んだくりましょう。166か。どんどん悪の道をひた走ってるな。顔がね、悪の顔になればよりいいですけどね。民心が高いとこの方が徴兵効率はいいはずなので。報告します。
そしたら次は行に出陣していきますか。まあここの文明依頼が何かっていうのが本当にわからないんでね。お金は今あるので徴兵を繰り返しましょう。巨鹿も民心は高いので巨鹿で久しぶりに。報告します。徴兵を行いましょう。ここは孫策軍が都市制圧というとこですね。さあここはなんだ。おお、いいね。近々どでかい小大将がですね、この辺りを通る。一緒に襲撃かと。襲撃しましょう。金を踏んだくりましょう。やるぞ。申し上げる。敵の数は1万5000か。まあ多いっちゃ多いな。参る。敵は部隊を二手に分けてきてますね。定山の長支流押して参る。わかったぜ。今こそ勝機だ。俺に続け。今こそ勝機だ。俺に続け。さあ敵の出方がいまいちどう出てくるかわからないけど。なるほど、あっちから来るんだなーってことは、趙雲もこっちに入れ直しましょう。かけよ。と思ったら敵も動くのね。思ったより趙雲も食らうな。皆の者、ここが正念場だ。参る。定山の長支流押して参る。ギャー、壊滅させられてるな。かけよ。定山の長支流押して参る。いやー、趙雲をもってしてもここの戦力差はひっくり返せないか。定山の長支流押して参る。
まあ、地道に何とか打っていくしかないね、投手構想。いやー、どうだこれは。今こそ勝機だ。くー、ここでの投手マイナス30は痛いだ。定山の強襲流、押して参る。皆の者、ここが正念場だ。お、一騎打ちだ。でかいぞ、一騎打ちは。いざ、そこ。確実に受けられるか。打ち取りましょう。とはいえこの戦力差はひっくり返せないか。もう一回溜まってもこれは無理か。退却しますか。退却もできなかった。いやー、衛兵ごときに負けたか。なんだろう今の敗因は。大反論で来るなら反論。じゃあ挑発できたか。結構読んでくんだよな。くー、読むね。反論か大反論しかないんだったらこっちは挑発しときましょう。で最後は主張ですね。お、民心が賃流超高いな。で金はあるので徴兵だな。やっぱさっきの戦いで負けてしまったってことはやっぱり少し兵力不足は否めない感じですよね。まさかね、ちょっと負けるとは正直思わなかったんですが、まあ負けてしまったのは事実なので。まあ、ここはまだ四角への誘いかな。四角にはならん。今武名依頼が起きているのが牧羊とどこだ他。その武名依頼がね、きっちり悪行の武名依頼であれば全く問題ないんですけどね。
まあ、ここでまた賊が出てるけど、武名依頼が先だな。さては、難避にもあるし、北兵にもあるな。炎章の守る北兵、ここにでは武名依頼をこなしに行きましょう。さっきまさかの敗北を喫しましたからね。今回は総力戦で行きましょう。難避にもあるし、課題にも出てますね。すいません。まだ1個しかこなしてないからな。あとは手勢の訓練を入れておきましょう。そして我が妻火力には略奪を命じましょう。ここは呂布の話ですね。さあ北兵に到達するけど、ここが悪行の武名依頼であることを祈りたいな。
悪行だな。何も言わずある農村を襲って兵糧を奪ってきてほしい。今回は必ず勝つぞ。ただ衛兵が2万900もの軍勢持ってんのが、マジか。ここは錯乱人戦術を使うにしてもだ。めっちゃ強かったからな。いや確かに強いね。90とかいるもんね。ここは趙雲自らここにこもって戦うのがいいね。ちょっと地味な戦いにはなりますが、敵が来るのを待って迎え撃ちましょう。で、敵はすべて足の遅い、いや騎兵が一体いるな。この敵の衛兵たちの能力値はランダムなんですかね。まあ士気がまた落ちるけどしょうがないよな。ここはただしちょっと一旦打って出ましょう。敵の増援が来る前に。で、敵が来るね。そしたら我々も一度戻りましょう。今度は足止めされてるか。逆に結構がっつり減らされるね。こうやって見てると。マジか。強いな敵も。一瞬で壊滅させられたけど。いやーこれマジか。強すぎんだろ敵の衛兵。こうなったら起死回生だ。趙雲で敵の本陣を先に叩く。かなり悪行だな。これこそまさに。間に合うか。さあどっちが先に本陣を落とすか。
こっちであってほしい。虫が良すぎるか、さすがに。ただ分からんぞ、これは。本陣の耐久どっちが先だ。もう一回打ちたいな。たまれ。いやー、かなりしょぼい戦いをお見せしてしまいましたが、まあブメ依頼は達成しましたね。ちょっとどうしたんだろう、戦い方が悪いのかな。あっさり衛兵に打ち破られちゃうんですよね。さあ、そしたらまた徴兵をしておきましょう。まあ、一騎打ちで金を奪いましょう。紙幣最大枠を広げたんで金がなくなりましたからね。で、本拠地1万5000か、今兵力が。さあ次どこに出兵していくかだな。げマタロウ沖縄だよ。知力70クラスで結構読んできますからね、こっちの動きを。さあまず何を打ってくるかだな。まあ普通に考えたら大反論だとは思うんだけど、挑発同士ね。で、向こうは主張か反論か。まあ可能性で言うと、まあ反論しかないもんな。いいね、反論同士たら。で、大主張か挑発か。まあ主張しかないな。ぐわー、ここで大主張ね。くー、やられた。沖田強え、マジで。全然強いわ。また紙幣を減らされるよ。せっかく溜め込んだ紙幣を。知らないなぁ。ガハ。さあ、もう一つぐらいはこなしておきたいというところで、武名依頼をこなしていきましょう。
新たな文明依頼も発生してるね。そしたら、まあ、せっかくなんで課題に行ってみますか。次は。ちょっと本当に考えもんなんだよな。弱すぎる。どうしよう、もうちょっと増やしときたいっていうのもあるな。今ちょっと同士の数が少なくて、出陣させちゃうと、その間にできることがなくなるっていうね。金がないなら略奪だ。紙幣不足か。何もできないな。まあさっさと課題でじゃあ武名依頼を達成してきちゃいましょう。よし、招待対象ですかね。襲撃しましょう。18,360。まあ普通にやればね、勝てるとは思うんだけど、敵もな、強いからな、普通に。いやー、衛兵とかマジ強え。100超えとかですからね。これ悪行の文明依頼こなすのも結構大変だな、そうやって見ると。これはいつもの姑息な手を使っていくか。お、戻ってくるな、一体。た、こいつがな、衛兵ごときで、攻撃107、防御107とか、マジ。超強いやつじゃん。そんなことってあるっていう強さですよね、だって。マジ半端ないよな。
こっちも壊滅するな。強いわ本当に。マジで強い。クソ戻ってきたか。しかも本気で強い。いや強すぎだろこの英兵たち。マジでこんな強いってことある？いやダメだ、これは一旦戻るしかないな。強すぎる。待て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 、これはもしかして、もしかするとこう言ってこう言ってこう行くのが一番近いぞ。その間味方の陣が持つかだな。結構きついなこれ見ると。味方の陣が持ってくれれば。うわー持たないな。これはさすがに持たないか。だあ敗北したか。いやー敵強すぎんだろうさすがに。だってぶえ統率防御100超えとか言って、いやー厳しいな。まあ、ちょっと文明依頼は達成をしておきたいと思いますので、ちょっと今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。